こんにちは、スノボ監督と申します。ワールドサッカーコレクション S ワサコレ、本日もやっていきたいと思います。僕監督ゲームチャンネルでは毎週水曜日15時ですね、ワサコレ動画を配信しております。ということで、先週はちょっとお休みいただいて申し訳ございません。ということでね、まぁ、ちょっと1週間空いちゃったんですけれども、やっていきたいと思います。リーグプレミアでの戦いが今続いておりますが、まぁ、非常に調子いいですね。頑張りすぎやということでね、はい、まぁ、こんな感じですね。今そろそろアンインストールしますということで、まあ、この人がいなくなったら実質僕はもう一個順位が上がって5位ということですね。まあ、そんなことは置いといて今日もやっていきたいと思います。さあ、今日は、まあ、2週間分のねガチャ券を回していきたいと思います。まあ、あんまりねちょっとイベントに積極的に参加できなかったんで、まあ、ガチャ券そんなに多くないんですけど、まあ、やっていきたいと思います。まあまあその割には結構溜まってるかなといった感じですね。はい、今日のラインナップこんな感じですね。ガチャのラインナップです。はい、さあ行きましょう。コスト20以上ガチャ券、これからまず引いていきますか。はい、まずは軽くね星4の弾を蹴りたいと思います。いきましょう。 OK! アンビリーバボー。はい、一度獲得したことある選手がまた来ました。ソクラティス、パパスタソプロス、コストが31、パワースティールとかですね。うん、フェンスダウン強、これええやん。ちょっと待ってよ、このエクストラスキル集めてると言ってましたからね。はい。どうしましょうか。コスト20以上から積極的にいきましょう。オータム、コスト20以上ガチャ券。収穫のログインスタンプの、ボーナスですね。さあ、行きましょう。ここは期待したい。いやいいよ、いいよ、幸先いいよ、今日は、本当に。オーケー。エディソン・カバーに初めて手に入れる。コスト33。この選手をね、センターフォワードの中心に据えようかな。チームスキル、スタミナ、フットボール。で、スペシャルスキルがフィニッシュワーカー、高い野心を持ち素晴らしい決意力を見せる。まあ、僕のね一番強いセンターフォワードはもうあのなんかウィングのねフォワードとかっていうのはいるんですけど、センターフォワードがいないんですよね。多分ね32のラカゼトやったかな、それが多分一番最高だったかなと思います。まあ、ラカゼトも使ってないんですけどね、多分まあ、いろんな選手、まあ、ウィングのカジェホンとかを確かね使ってたんじゃないかなと思いますけど、はい、次行きましょうか。コスト22以上ワサコレガチャ券、これ行きましょう。ワサコレログインスタンプのボーナス、さあここは期待したい。まあ、コスト22以上だったらね急にねちょっと金とかが増えてきましたね。よっしゃ、 CMS アンビリーバボー。はい、お、これ初めてやな、プリシッチ。え、ちょっと待って、結構高いで、これ。いくで、ね、いや、結構高ないわ。ごめん。クリスチャン・プリシッチ。コスト33。エクストラスキルがロングシュート封じ。これ初めて見るやつやな。クイックチャンスメイカー。うん。いや、まあまあ、いいんじゃない。でも、いや、使えへんかな。使わないっすね、これ。残念。はい、次行きましょう。コスト22以上。わさこれガチャ券。これ行きたいと思います。コスト22以上なんでね。さあ、ここは期待したい。ビシッと。バスといけ！オッケー！ GCS、これは大きい。誰だ？しかも一回手に入れたことある。ヤンカラモー。今非常に調子のいいインテルからやってきました。ワイルドカード持ってるんで、これねってすごいよ。自身の全パラメータが2倍やからな。めちゃめちゃすごいと思うねんけど。でもな、使わんやろな。まぁ、ちょっと育ててみるのもいいかもしれませんね。ワイルドカード持ってる選手。はい、まぁ、次行きましょう。オータムコスト22以上からチェックしていきたいと思います。収穫のログインスタンプの、ものですね。さあ、行きます。出るのか出るのか。まぁ、ここでね、まぁ、箸休めでね、まぁ、星5を蹴っとくのがいいんじゃないかなと。はい。ゴンサロ・ゲデス。うん。この選手、ウィレでも来たし、ウィクラでも来たし、結構よく来ますね。ポルトガル、代表の、ロナウドの相棒ですね。さあ、次行きましょう。まあ、あとはね、結構いいやつしか残ってません。コスト24以上行きましょうか。シュー。コスト24以上のガチャ券。アカデミー達成の星です。さあ、ここは期待したい。ガンガン引いてますけどね。オッケー、ああ。惜しい。隣やった。もう絶対蹴ったと思った MDS。パローラ何回行くんだよー。めっちゃ来るわ、パローラは。はい。次、コスト25以上ガチャ券行きたいと思います。いや、パローロ来るな、ほんまに。パローロ祭りやで。おっ、あっ隣。あっ、でももう一人やん。これ初めてですね。初めて見るわ。マジで。プラスワン。エクストラスキル A。どうだ、もう一人やん。コスト30やんか。魅了する動き。相手守備陣を翻弄するプレイで見るもの全てを魅了する。
ひとつからスキルはスピードドリブル封じですね。いやまあまあまあ、でも初めて見れてよかったですね。こんにちは。はい、次行きたいと思います。オータム NDS ガチ券ラスト行きたいと思います。さあまあまあ、これでね、ここ NDS を手に入れて、まあ、しっぽり終わりたいなと思いますけれども。さあどうだ。熱いぞ。熱いと言ってます。嘘ばっかりです。一回手に入れたことある。ジョバンニ・モレノ。いや、ダメだわ、これ。はい、ということでね、残念。ね、ミキサーガチャで一発逆転を狙いましょう。どうしようかな、ミキサー。シューコーチミキサー。これはもうないんだな。NDS。GCS はどうやろ。二人しかいねえ。NDS ミキサー。うん、三人しかいねえ。CLS ミキサー。無理。四人しかいねえ。じゃあ、やっぱりもう星5しかないな。星5はね、ほんと、超絶的なやつがコント。マジで意味ないからな。カバーにちょっと置いとこうか。パロロ、パロロ。パロロなんかいつも持ってるよな。絶対持ってるみたいな。ハローだけは。ゲゼスの、まあ、これいいか。で、あと一人。誰を生贄に捧げるのか。また、メンディはちょっと置いときたい。ムヒタリアンは、スピードこれでいこうか。今日手に入れたばっかりやけど、いきます。さあ、ここさあ、ミキサーです。星5ミキサー。ここでいいカード、引きたい。いきます。ロナウド、メッシあたりが来たらすごいんや。あとな、ネイマールとかな。そんなんは来ない。グリクです、来たのは。カミル・グリク。ヒーハーや、これ。なあ。シュー・コーチ・ミキサーは9月21日、15時まで。クラシック・チャレンジ・ミキサーは9月26日、3時まで。5時までだっけ、今さっき。15時まで。まあ、だいたい15時までですね。言うたら。はい。ということでね。まあ、残念ながら、はい。今日も、ダメな結果に終わってしまいました。悔しいです。で、あ、これ、表示。おっしゃ！現在4位。いいですね。この、そろそろアンインストールしますという人がアンインストールしてたら、僕は3位でした。はい。まあまあ、それを置いといて。ね、ラスト、これ行きましょう。あ、ガチャや、これ。ガチャ、イベントや。ガチャ。ドッカンガチャ。これね、イベントの特攻 NDS が1枚当たるということで、いいですよね。ランキング争奪戦の特攻 NDS1 枚確定5連パック。NDS は最新シーズンの、ちょっとごめんなさい。イタリア代表のみ登場。うん。ということで、まあまあまあ、結構ね、僕、ドッカン、かなり引く方なんで、今日も引きましょうか。そうですね。行きましょう。とりあえず、写真撮ります。これがおそらくサムネになるんじゃないかなということで。では行きましょう。ちょっとね、まあね、このまま終わってもよかったんですけど、正直、サムネがないと、うん。サムネ候補っていうのはね、やってて全然ね、見当たらなかったんで。まあ、NDS、100% ですね、5枚目。で、1枚から4枚がもう本当にこれ確率低いですね。このね、コスト50のメッシなんか本当に来んのかみたいな勢いですけどね。え？通信エラー発生したって。OK、まあまあ大丈夫。ということでね、ちょっと今、通信エラーが発生したことによって、確率がちょっとおかしくなって、ね、GCS メッシがやってくるみたいな。でも、あかんわ。GCS2 個いっちゃった。NDS メッシでも全然いいんですけどね。コスト16。コスト19。コスト22。いや、ダメじゃん。あ、NDS 確定枠がここで使われた。星5か。なんじゃこりゃ。カジャホン。ダエレ、ダニエル・ルガーニ、コスト28。いやー、くそ！もう仕方がないですね、これはでも。爆死しましたね、また。はい、もう毎週のね、もうこの、なんて言うんだろう。もう、ほぼね、このワサコレのガチャは爆死するんですよ。もう、そう思ってもらっても、全然もう間違いじゃないんでね。はい、毎週水曜日、よかったら、この僕のね、爆死する姿、見に来てください。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。